マツダ RX500 はマツダが製作したコンセプトカーである。1970年の東京モーターショーで発表されたロータリーエンジン搭載コンセプトスーパーカー。レース用チューニングを施して 250PS を発揮する10アンペア型ロータリーエンジンをミッドシップに搭載し、これに4速 MT を組み合わせることで最高速度は時速 250km に達する。 ただしアペックスシールは量産車と同じカーボンタイプである。ブレーキは前後4ポットのベンチレーテッドディスクを採用している。サイドドアはシザーズドアでエンジンフードはガルウィング式となっている。デザインは後にユーノスロードスターの開発人の一人となる松田デザイン初代本部長の福田重則が担当した。設計時の後部デザインは日産。 エクサのように乾燥を前提としており、サバンナ RX-7 のようなハッチに、スポイラーを装着した、ロードスポーツクーペ、ルーバーとリアウィングを装着した、レーシングマシン、コーダトロンカの、グランツーリスモの3種が検討され、縮小クレーモデルが、製作されたが、出展車両は、グランツーリスモのみの製作に止まった。尾藤は、 時速 160km 以上になると緑色のランプが点灯し、アクセルを離すと黄色のランプが点灯するという速度表示灯のような役目を持っている。当初は緑色に塗装されておりヘッドライトも装着されていなかったが、モーター昇降開示にオレンジ色に再塗装された後、現在の銀色となった。こうした三色の展開から加算台製造されたという説があったが、 デザインを担当した福田茂則によれば実際には一台だけの製造であったという発表後はアメリカ等で海外公開を行うために本と海外の行き来を繰り返していたが長らく所在不明となっていたやがて松田の完成車倉庫に保管されていることが判明したがホイールは4輪とも取り外され各部が破損した状態であったその後レストア後の所管が 広島市となることが決まり、2008年に広島市交通科学館の手で走行可能な状態に修復された。2014年にはイギリスのグッドウッドフェスティバル・オブ・スピードでも展示されている。もともとはキャビン前方にバッテリーが搭載されていたが、現在はリアブエンジンスペースにブースターケーブルの接続コネクターが追加されている。ありがとうございます。